レトロゲーム大好き親父でございます。業セールの最中にね、ブックオフだとか、ハードオフさんに行ってきました。で、1日で購入したものじゃなくて、ちょっとね、ばらけてるハードのやつなんで、まとめてね、3点ほど購入したいと思いますので、よろしくお願いします。で、今日はね、11月の、26日になるんですけども、ついに私ね、こちらを手に入れました。油汚れを徹底洗浄。アビリティクリーンです。汚れに困ったら、アビリティクリーン。ついに購入しました。これ素晴らしいね。ガスレンジによし、換気扇によし、襟袖によしってことでね、本当に言っちゃったな。本当にね、何でも汚れを落とすんではないかというような、そんな感じでございます。よかった、実店舗で購入できたんで。早速ね、早速じゃないんですけど、これをもうついにね、これを使いながら紹介していこうと思います。まずこちらでございます。ペペッはい、PSP のね、ダンジョンエクスプローラーですね。ベストプライス版ってことで、お値段、510円になっております。よくね、私の動画でも話してますけど、PC エンジン版のね、ダンジョンエクスプローラー、こちらに特に思い出がありまして、で、PSP 版持ってなかったんでね、購入しようとっていうか、安かったんで購入したような感じになります。こちらはね、未経験だと思いますね。DS 版のね、ダンジョンエクスプローラーはね、以前購入したことがあって、ちょっと手放しちゃったんで、今は手元にないんですけど、またね、お値段、ちょうどいいのがあったら購入しようかななんて思っております。はい。このね、ベスト版じゃなくてね、オリジナル版といいますか、通常版の方が良かったんですけど、パカリンチョ。はい。でも説明書も綺麗そうですね。ディスクの方がどうでしょうか？あ、ディスク綺麗だな。結構ね、そこそこ表面に傷がついてるの多いんですけど、かなり綺麗な状態でございました。はい。もう全体的に綺麗です。パッケージも含めて綺麗でございます。はい、続きましてがね、こちらは今日購入しました。ダダン、セガサタン狩りですね。また、この世の果てで恋を歌う少女ユノでございますね。実はね、今回、こちら買ったハードオフさんでね、ドリキャスサターンのね、帯付きが結構ね、大量っていうとちょっと語弊あるんですけど、結構な数入荷されてまして、で、これだけちょっと折り合いが良かったんでね、買ってきました。以前ね、裸のディスクだけの福袋みたいなの買った時に、これがお値段そこそこ高かったっていうのをね、覚えてたんでね、550円だったんで、で、帯付きだったんで購入してきました。これ未開封かな？これ未開封っすかね？未開封には未開封って書いてあったんだけど、俺、ここら辺が完全に閉じてるのよね。これ開けるのやめとこう。なんか未開封かもしれないわ。ひょっとしたらあそこの店舗ね、帯付き多かったんだけど、ほぼほぼ未開封なのかもしれないわ。書いてないだけで。これ未開封だよね、多分ね。これちょっと手つけるのやめときますわ。駿河屋さんでね、1800円ぐらいでしたね。これでもいい買い物したわ。未開封かな？ちょっとわかんないんですけどね。はっきりしなくてごめんなさい。で、最後なんですけど、最後ね、こちらでございます。ハードオフのね、青箱に入ってました。はい、キングオブファイターズ EX ですね。お値段がね、330円ってことで、青箱の中ではやっぱり高かったんですけども、このシリーズならそこそこ値段がつくかなと思って購入しました。駿河屋さんで裸で1380円ぐらいついたんで、いいかなと。ただちょっとね、青箱に入ってるんで、ちょっと清掃もしながら、ちょっとね、軌道チェックやっていこうと思います、これに関しては。あ、言うの良かったなぁ。ほぼほぼね、ジャンク買ってゲームできないってことはないんだけど、一回ね、ゲームボーイカラーの、
ファミコンウォーズ、ゲームボーイウォーズだったかな。あれがね、まああれはもう元からもうちょっとね、怪しかったんだけど。はい、ってことで一応ね、認識してそうなんで、できると思います。プツップツッっていうのはもうちょっとね、画面が焼けてんのよ。だから、ね、DS もね、まあ DS、LL を買うから、あ、でも、あ、まあ映ってますね、でもとりあえずね。直撮りでごめんなさいね。あ、私のハゲ頭が、剃ったばかりなんでごめんなさいね。ハゲ頭が出ておりますけども。スタートってどこになるんだ、これ。スタート。よくわかんないんで、もうこれでスタートしたいと思います。キャラクターはこの一人しか、あ、違う、そういうわけじゃないんだ。あ、一通りつつくの、この間ガロを買った時に、あ、でもこれ、キングオブファイターズだから違うか。でも、萌ちゃんがいたような気がしたんだよね。まあいいや、この、萌ちゃんっていうのをしよう。あ、そうか、いろいろ仲間選ぶのか。全部女の子にしよう。あ、ここら辺までいけるね。あ、これにしよう。あ、てなんだ。あ、もう4人選ぶの？何を選ぶんじゃ。キムカッファンはね、キムカッファンだけはわかるの。さっきお姉ちゃんいたけどなあ。これでいいじゃん、ゆりちゃん。この4人にしよう。え、これ格闘じゃないのかな、ちょっとわかんないけど、まあちょっと押して入れていこうと思います。これ何ゲー？あ、でも格闘か。全然手元が見れない。ちょっと画面が動いてる時点でね。でもとりあえずプレイはできておりますよ。LR は？ LR は、ちょっと LR とか使いたいんですけど。あ、LR とかも攻撃するね。大攻撃みたいなことかな？そうだ、なんか技でも使ってみよう。ダメだ、画面があれなだけだからな。パンチだけでいこう。パンツだけでいこう。あ、なんか尻が出てるわ。とにかく画面があんまり動かないように。なんか来たよ、手伝いに。なんか変なボタン押したっぽいな。なんか一応倒せたね。まあとりあえずこんな感じにしようか。よいしょ。はい、ってことでね、以上でございました。ちょっとこれ一回消したいな。これいいのか。プレイできたとなると結構良かったな。というわけでね、今プレイしてました。ゲームボーイアドバンスのキングオブファイターズ EX330円ですね。で、ダンジョンエクスプローラー PSP 版のベスト版ですけど、これもね、状態なかなか良かったですね。510円かな？うん、ブックオフさんなんでね。袋どこ行ったかな？これか。うん、510円ですね。そしてハードオフさんで買ったね。この世の果てで恋を歌う少女ユノ。これ未開封であれば550円はかなり安いんじゃないかなと思います。未開封じゃなくても1800円ぐらいついてるんでね。ってことはね、これをあげる前に、多分私、そこの
店舗の動画を上げると思うんで、そこで見てね、あ、これは買いだったよなんていう人がいたらね、教えてください。よろしくお願いします。はい。ということで、以上でございました。以上3本の購入品紹介でございました。ブックオフ大好き、ハードオフ大好き、おやじでございました。それではまた。コンティニュー。